はい、どうもこんにちは、モトです。本日はですね、ブイズ特集をしていきたいと思います。一時期大高騰したブイズのスペシャルアートたちですが、スペシャルアートに手が出なくなった時に SR カードたちまでも高騰した印象ですが、その SR カードたちは今どのような価格となっているのか、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。私事ですが、今年でチャンネル登録1000人目指しております。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは紹介していきます。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はブースター VSR です。メルカリでの高値では2000円での取引がありました。購入相場的には1500円から1900円での取引がありました。2枚目はシャワーズ VSR です。高値では1900円での取引がありました。購入相場的には1500円から1800円での取引がありました。3枚目はサンダース VSR です。高値では約2100円での取引がありました。購入相場的には1200円から1900円での取引がありました。4枚目はエーフィー VSR です。高値では約2200円での取引がありました。購入相場的には1500円から1900円での取引がありました。5枚目はリーフィア VSR です。高値では2450円での取引がありました。購入相場的には1400円から2000円での取引がありました。6枚目はグレイシア VSR です。高値では2000円での取引がありました。購入相場的には1400円から1900円での取引がありました。7枚目はニーフィア VSR です。高値では約4500円での取引がありました。購入相場的には2000円から4400円での取引がありました。8枚目はブラッキー VSR です。高値では6100円での取引がありました。購入相場的には4000円から5500円での取引がありました。最後は EVGXSR です。高値では9000円での取引がありました。購入相場的には3600円から7200円での取引がありました。ブラッキーに関してはバブル時期は1万円を超える高値となっていましたが、現在では半分の価格となっていますね。しかし SR カードの中では現状でも高い方だと思うため、やはり V's 人気はすごいと思いました。スペシャルアートのカードたちが上がれば SR たちのカードも釣られて上がると思いますので、今後はスペシャルアートのカードたちも紹介していこうと思います。今後はポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。